デススターの破壊を受けて司令部は撤退したが、残りの退避を前にして帝国軍が迫っている。敵はストームトルーパー。はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ヤビン砲防御側ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。現在はね、ウェルシルバータイム、ダブル XP とスペシャルフォースなどでイオークか、イオークか、何かを使っていきたいところ。うわ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 、向こうも投げてきた。ウーキーの選手でもいいんだよな。ウーキーの選手でもいいか。なんか倒した。うわースナイパーだー使っていくか。行こう。ルーキーの戦士、まあ、敵はね、おそらく ST を軸に攻めてくると思うんですが、うわ危ね。逆サイがやばいことになっているぜ。逆サイ逆サイ、真ん中だいぶ薄くなっちゃったか。玉もいけている。来たな。倒した。よし、解除した。振り返ってきてた。振り返ってきてた。いいポジションにいるね。そこに俺が降りるってことは、あ、不可能だった。エアリアルから出撃不可だったわ。忘れてた。中庭取られちゃってるじゃん。逆に中庭取られてるやん。中庭取らんときついぞ。もう痛い痛い痛い。中庭が今にもやられる。俺も殴る、俺も殴る。こんなとこで戯れとる場合か。こんなとこで戯れてる場合ではない。行くんだ。奴らが来る前に、 SD が来る前にやるぞ。投げといて、さすがに SD おるんだが、痛い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 、さすがに SD がおる。 SD 破壊しに行くぜ。行こう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 。いてててて、これはやられちまう感じか。ターボレーザーが破壊された。だが外周防衛線の突破は想定内。ベース1の
確認したんだったぞ。そしてもう一度足止めする。答え、この場所の、ウルキの選手楽しいなぁ。野営地とターボレーザーコントロールを指示。これ以上押されれば基地が危ない。光線に備えろ。SD 来ると思うんだよね。あ、抜けてってるやついるわ。追いかけよう。だいぶ前まで来てないこれ。誰か来てくれ。ターボレザーコントロールが攻撃されてる。ターボレーザーみんな言ってんのかな。みんな ST に対する恨みがST に対する恨みが すごすぎて。敵の動きが早い。まあ、野営地は放棄してもいいんじゃないかと俺は思っているが、いかがか。 ST を借りつつ、ここ守りつつ、人数を削る動きでいいんじゃないか。ダスモル倒してるし、歩いてる音するよね SD ね。各員警戒しろ。 SD どこにいんの。やり合ってんのか。いるね。野営地を奪われた。ターボレーザーコントロールは死守しろ。まあ、野営地には誰も行かなかったと。どうした。どうしたんでいい。結構ヒーローはやれてるんだよね。俺もあれ使いてえな。そもそもあなたを見ていない。 ST があそこのサイドに来るのを防ぐ、それが私の仕事だ。そう、ヒーローはやれてるんだよな。ヒーローはやれてるのデカデカで、うちの人一人エアリアルであの高所を取って、シューティングゲームの基礎である高所を抑えるパターンの動きでしょ。あれ徐々に制圧されてない。徐々に制圧されてない。ボスが仮に現れた。気をつけろ。ボスが仮にも現れているんでしょう。この ST を叩こう大作戦どこ行っちゃったんだろうな。レイありがとう。レイありがとう。俺もそう、ゲリラ戦をやりたいのよ。でもゲリラ戦やりたい。みんなうまいな、ゲリラ戦。ゲリラ戦の匠おるな。でワンガードで走ってるやつにやられた。これはゲリラ戦だな。俺も森にも潜ろう。ゲリラ戦だ。倒してる。俺のメタ合ってる動き何だったん。俺のメタ合ってる動き何だったん。おお、追い詰めろ森の中。なんか違う。森の民だったわ。今度はこちらが攻勢に出るんだ。別に真面目にあれだったな。イオンタルト出して的になるよりもしっかりと味方と一緒に行動して森の民になるのが正解だった気がする。というわけでね、結
構無茶な戦い方しても、大丈夫なんでね、このスペシャルフォースの時には。ぜひ皆さんも、スペシャルユニットでね、遊ぶという方に、ガチを切った方が楽しめたと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。